首都圏の主要駅と成田国際空港を結ぶ成田エクスプレス空港連絡鉄道とは旅客空港と都市とを結ぶ鉄道である。本記事では軌道を含む空港アクセス鉄道とも言う。本記事では空港と直結した鉄道駅である空港駅についても述べる。空港は広大な敷地を必要とし、さらにその周囲に高層建築物や山岳がないことが必要である。 ことから、多くは大都市の郊外に立地する。そのため、大都市中心部との間の交通手段が必要となる。航空交通がさほど発達せず、また自家用車の保有も少なく道路の交通渋滞があまりない状態の頃は、リムジンバスが主な連絡手段であった。ところが1970年代半ば以降になると、大型機の就航と増便に伴う、航空旅客の増大や、 慢性的な道路混雑により、空港連絡にも大量輸送手段が求められるようになってきたため、関西国際空港や中部国際空港といった新たに設置された基幹空港では計画の段階から道路と並んで空港連絡の鉄道を用意するようになり、従来の空港でも鉄道路線の新設や延長などをしているところが増えている。輸送量が限定され、それほど 大量の輸送力が求められない場合は、モノレールや新交通システムが採用されることもある。空港連絡輸送に用いられる車両については、スーツケースなど大型荷物の置き場を設置するなどの配慮がなされている。これらの事情により、利用者の少ない空港では、近隣に既存の鉄道がある場合でも、空港連絡の輸送手段とみなされていない場合がある。 空港への軌道系アクセスは、日本においては1964年9月17日に開業した東京モノレールの東京モノレール羽田空港線を期限とする。以後、渋滞がなく定時性が保てること、バスなど他の交通機関に比べて輸送力が大きいこと、また環境負荷が少ないことなどの理由から、日本各地にて計画は立てられたものの費用などの問題で時間がかかり、 ごく一部を除き1990年代に入ってから開業した路線が増えた。現在も各地で開業、建設、計画、構想が進んでいる。空港へ連絡するという特殊な事情から専用車両が充当されたり特別な列車種別や運行経路が設定される場合もある。また、建設費召喚のため加算運賃が設定される例があるほか特急料金や 指定席が設定される例もある。北海道、編集新千歳空港、編集連絡列車朝ン以外はすべて快速、エアポートとして運行。朝は新千歳空港行き2本、夜は札幌行き2本特別快速、エアポートとして運行。日中時間帯は、毎時5本12分間隔で運行されている。札幌行き3本、小樽行き2本である。 遠隔1980年10月1日、日本国有鉄道が、千歳線上に、旧、千歳空港へのアクセスを目的として、千歳空港駅を開設。国鉄初の空港アクセス鉄道となった。1987年4月1日国鉄、分割民営化により、JR 北海道に継承。1988年9月26日。 千歳空港から新千歳空港間の支線工事を着工。1992年7月1日から新千歳空港ターミナルビルの供用開始に合わせて千歳線千歳空港駅から新千歳空港駅に至るまでの路線が開業。なお、これによりそれまでの千歳空港駅は南千歳駅と解消。2016年3月26日から遅延時。 ダイヤの乱れの影響が広域に波及するのを抑えるため特急スーパーカムイの直通運転を廃止東北地方編集仙台空港編集連絡列車仙台空港アクセス線遠隔2007年3月18日東北本線名取駅より分岐する形で仙台空港線と仙台空港駅を開業開業時より東日本旅客鉄道と 相互直通運転を開始。その他、仙山線との直通運転が、臨時列車にて数回行われた。仙台空港線が開業するまで、東北本線の立越駅には、仙台空港口という副駅名が付けられていた。2010年3月までは、立越駅から仙台空港までの連絡バスが設定されており、同駅は空港の玄関駅に位置付けられていた。 関東地方、編集成田国際空港、編集、第3ターミナルには直接の連絡駅がなく、空港、第2ビル駅から徒歩、または連絡バス利用となる。連絡列車特急、成田エクスプレス、快速など。連絡列車、スカイライナー、アクセス特急、快速特急、特急など。各路線の記事も参照。遠隔1966年7月4日から。 新空港の建設予定地が現在地に決定する。1971年1月18日成田新幹線全国新幹線鉄道整備法に基づき基本計画決定。同年4月1日に整備計画決定。1972年2月10日成田新幹線の工事実施計画認可。1974年2月に着工。 1978年5月20日から新東京国際空港が開港。1978年5月21日、京成電鉄が成田空港駅までの路線を開業させ、スカイライナーの運行を開始。ただし当時のターミナルビルとは800メートルほど離れており、その区間は連絡バスが運行されていた。徒歩でのアクセスも可能であった。 1982年5月31日から新東京国際空港アクセス関連高速鉄道調査委員会が運輸省に対して ABC 案を答申。1983年5月成田新幹線、沿線自治体、住民の建設反対運動激化により、進展困難、工事を凍結。1984年11月1日、運輸省が p.r. ルートを推進する旨を発表。1986年成田新幹線の計画を断念。1987年4月1日、国鉄分割民営化により基本計画が執行。1987年成田空港アクセス、鉄道問題解決への動きが一向に進展しないことにより、当時の運輸大臣、石原慎太郎が、 建設中止になった成田新幹線の路盤の一部を活用して JR 東日本と京成電鉄がそれぞれ分岐・延伸して成田空港に乗り入れさせる上下分岐方式案を指示後に着工。1991年3月19日現在の成田空港駅が開業し JR 東日本と京成電鉄が成田空港高速鉄道に乗り入れ開始。 これにより、それまでの京成電鉄の成田空港駅は東成田駅に改称した。JR 東日本が特急成田エクスプレスと快速エアポート成田の運行を開始。1992年12月3日、この3日後の6日、新たに大ネターミナルが開業することとなったため、それに先立つ、この日、JR 東日本と京成電鉄の両方に、 空港第2ビル駅が開設された。東成田駅と第2ターミナルの間に長さ500メートルの地下連絡通路が設けられる。1998年11月18日、京急空港線に羽田空港ターミナルビルに直結する羽田空港駅が開業し、同日より京成本線、押上線、都営浅草線、京急本線。 空港線経由で同駅と結ぶ空港間連絡列車が設定される。2004年4月1日から新東京国際空港公団が民営化され、成田国際空港となる。2010年7月17日北総鉄道、千葉ニュータウン鉄道、成田高速鉄道アクセス、成田空港高速鉄道から線路、施設を借用して運行する新ルート、京成成田空港線が開業。 これに伴い、従来京成本線経由で羽田空港とを結んでいた京成電鉄の空港間直通連絡列車は、平日下り5本上り3本となり、大半の列車が成田スカイアクセス線経由に変更された。また京成 E 型が一部区間で新幹線を除く、在来線の列車速度としては最高の時速時速160キロメートル運転を開始。日暮里駅空港。 第2ビル駅間を最速36分で結び、従来の京成本線経由のスカイライナーに比べて、およそ15分の時間短縮となった。東京国際空港、編集連絡列車エアポート開得、開得、エアポート急行など、路線記事を参照。連絡列車空港快速、区間快速など、路線記事を参照。遠隔1五十六年四月二十日定休 穴森線に羽田空港駅が開業。しかし、空港ターミナルから離れており、そこからバスやタクシーに乗り継ぐ必要があった。1964年9月17日、東京モノレール羽田線が羽田駅まで開業。日本初の空港アクセス鉄道となった。1991年1月22日、羽田空港の沖合展開工事の進捗に伴い、 京急空港線の羽田空港駅を休止。1993年4月1日京急空港線の羽田空港駅を少し東へ移設し、羽田駅と改称して営業再開。1993年9月27日、羽田空港の新ターミナル開業に伴い、東京モノレール羽田線を羽田空港駅まで延伸。また、それまでの羽田駅を移設し、 京急空港線羽田駅と接続させたため、京急ルートでの空港アクセスが誕生。同時に東京モノレール羽田線の羽田整備場駅を整備場駅に改称。1998年11月18日、京急空港線も羽田空港駅まで路線延長、同時に羽田駅を天空橋駅に改称。同駅開業とともに京急空港線、 京急本線、都営浅草線、京成押上線、京成本線経由で成田空港とを結ぶ空港間連絡列車が設定される。2004年12月1日空港第2ターミナルが開業。それまでのターミナルは第1ターミナルとなり、東京モノレール羽田線を羽田空港第2ビル駅まで延長するとともに、羽田空港駅を 羽田空港第一ビル駅に改称。なお、京急線の羽田空港駅は、新ターミナル側の階段及び改札口の共用を開始した。2010年7月17日、成田スカイアクセス線の開業に伴い、従来京成本線経由で成田空港とを結んでいた京急線の空港間連絡列車は、日中の大半の列車が成田スカイアクセス線経由に変更され、 両空港間の移動時間が短縮された。なお、夜間帯の空港間連絡列車については、京成本線経由とした。2010年10月21日近、距離国際線用の滑走路と D 滑走路の完成、及び国際線新旅客ターミナルビル開業に伴い、東京モノレール羽田空港線、羽田空港国際線ビル駅、京急空港線、 羽田空港国際線ターミナル駅が開業。同時に、京急線の羽田空港駅を羽田空港国内線ターミナル駅に改称東京モノレール羽田線は、正式路線名を東京モノレール羽田空港線に改称2020年3月14日から、第二旅客ターミナルビルへの国際線就航によるターミナル名変更に伴い、 京急線の羽田空港国内線ターミナル駅を羽田空港第1第2ターミナル駅に東京モノレール羽田空港線の羽田空港第1ビル駅を羽田空港第1ターミナル駅羽田空港第2ビル駅を羽田空港第2ターミナル駅に解消。なお東京モノレール羽田空港線の羽田空港国際線ビル駅と京急線の 羽田空港国際線ターミナル駅はどちらも、羽田空港第三ターミナル駅に改称。新線計画 JR 東日本が計画している、羽田空港アクセス線は、羽田空港から東京貨物ターミナル駅まで新線を建設、そこから休止中の東海道貨物線を活用して、田町駅付近で東海道本線と合流、上野東京ラインを介して、宇都宮線、高崎線、 常磐線方面に直通する東山出ルート、大井町駅付近で東京臨海高速鉄道臨海線と合流、新宿駅方面に向かう西山出ルート、東京テレポート駅で臨海線と合流、新木場駅、京葉線方面に向かう臨海部ルートの計3ルートを建設するとしている。東急電鉄玉川線の矢口渡る駅から蒲田駅、 京急蒲田駅を経て京急空港線の大鳥居駅に至るまでの新空港線の建設計画がある。大田区では第1段階として京急蒲田駅まで東急線と同じ境気で建設し、東急東横線、東京メトロ副都心線からの直通列車を含む東急玉川線全列車を乗り入れ、さらに第2段階として京急蒲田駅から大鳥居駅までを 京急線と同じ標準機で建設し、フリーゲージトレイン等で京急空港線に乗り入れるという計画案を示している。その他京急線では、羽田、成田両空港間を移動する旅客に考慮し、京急、都営、京成線経由で成田空港駅、または空港、第二ビル駅との間を利用する場合、大人90円、子供50円がそれぞれ割引となる。 空港連絡特殊割引制度を設けている。羽田との航空路線がある各地の空港の搭乗ロビーには、京急、東京モノレールそれぞれの乗車券の自動券売機が設置されているケースが多い。現に両者の競争は激しく、数々の割引乗車券が存在する。なお、JR 北海道の一部駅のタッチパネル式券売機では、東京モノレールの浜松町もしくは京急の 品川までの乗車券が購入できる。中部地方、編集中部国際空港、編集連絡列車、ミュース会、特急、準急など、路線記事及び名鉄特急を参照。遠隔2005年1月29日同年2月17日の開港前に、床滑線の床滑駅から延伸する形で、中部国際空港駅が先行開業。 その他東海旅客鉄道だけと予選を、大塚和駅から分岐させて、中部国際空港駅まで延伸する計画が存在していたが、2018年現在は、事実上頓挫している。また、名古屋臨海高速鉄道青波線を、近所不動駅から海底トンネルか海上橋を建設して、中部国際空港まで延伸する計画も、 存在したが、建設費が大きくなるため撤回された。その後、名鉄とこなめ線新米子駅までの延伸が再検討されている。近畿地方、編集大阪国際空港、編集連絡列車普通、路線記事を参照。遠隔1997年4月1日、大阪モノレール線を延伸する形で、大阪空港駅が開業。その他関西国際空港、 編集第1ターミナルに直結しており、第2ターミナルへはバス連絡となる。連絡列車特急、はるか、関空快速、シャトルなど、路線記事を参照。連絡列車特急、ラピート、空港急行、普通遠隔百9 9 4年6月15日、同年9月4日の開港を前に、JR 関西空港線と南海空港線が関西空港駅まで、 先行開業。特急、ラピートなどは開港日から運転を開始。神戸空港、編集連絡列車普通、路線記事を参照。遠隔2006年2月2日同月16日の空港開港を前に市民広場駅から延伸する形で、神戸空港駅まで先行開業。快速列車の運行開始。中国、四国地方、編集米子空港。 編集連絡列車快速、港ライナー、普通、路線記事を参照。遠隔2008年6月15日空港、滑走路延長に伴う動線の経路変更と同時に従来の大手の駅を移転の上、解消する形で、米子空港駅が開業。その他米子空港駅の移転設置前は、隣の中浜駅、それに、 移転前の大使の津駅がそれぞれ空港近傍の駅となっていた。山口宇部空港、編集九州、沖縄地方、編集福岡空港、編集連絡列車普通、JR 筑肥線筑前,前原、西唐津方面からの直通便があり、路線記事を参照、遠隔1993年3月3日から既存路線を延長する形で、 福岡空港駅が開業。同時に1号線を空港線に、2号線を箱崎線に解消。その他駅は空港東側の国内線ターミナルよりの地下にあり、空港西側の国際線ターミナルへは、国内線ターミナル前から、シャトルバスにより連絡されている。宮崎空港、編集連絡列車特急、普通、一部は日本本線からの乗り入れ、 路線記事を参照。遠隔1996年7月18日、日南線に新設された、電気地駅から分岐する形で、宮崎空港線と宮崎空港駅が開業。那覇空港、編集連絡列車普通。路線記事を参照。遠隔2003年8月10日モノレール線の開業と同時に、那覇空港駅が開業。 かつて存在していたアクセス駅、編集かつて存在した空港近傍の駅、編集計画中の空港アクセス、編集箱館空港箱館市電、湯の川電停から空港へ乗り入れる約 4km の延伸案が議論されており、2009年に市の第一回交通事業経営計画検討会議において、当時の交通局長から市民から要望はあるが再三から見て、 困難との回答があった。その後2021年初めの時点で、函館市は1日約1700人の利用があれば、収支が成り立つと試算しており、空港内の商業施設拡充を前提として、利用客の増加を見込み同年3月の空港完全民営化後に、延伸の議論を深めるとしている。また、空港近傍を通過予定だった鉄道路線として、都い線がある。 新潟空港詳細は、新潟空港アクセス改善に関する動きを、参照成田国際空港成田新幹線の建設工事に着手したものの、沿線住民の反対運動から整備断念となった。成田新幹線の東京駅として計画された場所が、京葉線の駅として使用されており、また、成田空港付近の工事の構造物は、成田空港高速鉄道と、 成田高速鉄道アクセスに受け継がれている。東京国際空港詳細は、羽田空港アクセス線、カバノカバノ線、都心直結線、エイトライナー、京急大支線空港アクセス、及び、羽田、成田リニア新線構想を参照静岡空港。詳細は、静岡空港空港アクセスの改善及び、東海道新幹線静岡県を参照名古屋、 飛行場1992年策定の海湯政策審議会答申第12号名古屋県における高速鉄道を中心とする交通網の整備に関する基本計画についてでは名鉄小牧線あ吉駅から視線を分岐させて空港に乗り入れる名鉄名古屋空港線の計画が示されていた関西国際空港詳細は関空リニア構想及び 何わす自線を参照広島空港山陽本線、白市駅から分岐して、新線を付設し、広島空港へ乗り入れようとする計画があった。広島県は、空港アクセスが高速バスやタクシーに依存しており、山陽自動車道が通行止めになることも多いので、安定したルートとして、計画推進に熱心であったが、地元の自治体は建設費の負担に消極的であった。これは、 距離は短いとはいえ、登山鉄道並みの急勾配のため、多額の建設費が見込まれるためである。当初は HSST 方式により、広島空港と広島市内を結ぶ構想もあった。一が2001年に断念し、通常の鉄道路線に変更された。その後、広島県は西日本旅客鉄道に資金負担を求めたが、安易な資金負担に応じない。 会社方針であること、山陽本線のダイヤが作装すること、東海道、山陽新幹線と競合する航空路線に協力しがたいこと、採算性がないことを理由に拒否された。その後 JR 西日本と接続しない単独路線の建設や運行車両を広島県が保有して JR 西日本にリースするを計画したが、JR 西日本の協力も得られず赤字経営が、 予想されるとして、2006年9月に計画の凍結が発表された。また藤田雄山広島県知事が、翌10月の広島県議会で事実上断念すると発言した。第3の案として、空港から5キロ目、高松空港高松琴平電気鉄道琴平線に2006年7月29日、連絡バスとの接続駅の空港通り駅が開設されたが、鉄道は、 乗り入れていない。空港敷地付近を経由する鉄道として、塩の江線があったが、開港より約半世紀前の1941年に廃止となっている。松山空港1995年に愛媛県が策定した総合交通政策では、新交通システムもしくはモノレールの建設が挙げられていた。その後、いよ鉄道松山市内線の延伸も一部で、 提案されるようになっており、2014年2月の検定例会で中村時博知事は、延伸を将来の夢と述べた議員の質問に対して、それに賛同しながら、実現には多額の経費や事業再産性をはじめ、克服すべき多くの課題を有している。今後、主体となる松山市や伊予鉄道などと連携しながら、将来の目指すべき交通体系の一つとして、 その夢の実現の可能性を追求していきたいと答弁した。2015年により、愛媛県、松山市、伊予鉄道等により、伊予鉄道の空港延伸の可能性を検討する、松山空港アクセス工場検討会が開かれ、市内線経由3ルートと、群中線分岐の1ルートで検討を行い2018年には、採算性が厳しいとしつつ9つの改善条件を満たすことで、 費用対効果があると試算された。高知空港と桜オ鉄道、朝鮮の開業に際し、アクセス鉄道を建設するプランを、高知県庁で調査検討した。2001年に、プロジェクトとしての優位性は、高いとの結果は得られたが、現在の補助制度では、事業採算性が確保されず、空港アクセス鉄道の事業化は困難との結論に、至り、実現しなかった。 北九州空港詳細は、北九州空港連絡鉄道構想を、山椒熊本空港熊本県が2004年に、九州新幹線全線開業に向けての計画として、豊飛本線の電化区間にある三里木駅から分岐して 9.8km の新線を付設し、熊本空港へ乗り入れようとする計画を検討し、総事業費286億円、上下分離方式による、 地元負担最低224億円と試算されたが、2008年に目標の半分程度しか利用が見込めず断念され、非合津駅からの無料送迎車の運行で対応することとなった。その後利用者の増加を背景として2017年12月に、樺島育夫知事が鉄道アクセス計画の再検討を表明し、2018年に検討を再開し2022年の 新空港ターミナル完成時を目標に JR 新線、モノレール、熊本市で延伸、道路整備で比較検討を行うとした。2019年2月には熊本県を中心とする第3セクターが三里目駅からのアクセス鉄道線を建設運営する方針について JR 九州から同意を得たと発表。 総事業被害算は380億円で列車本数の増加が困難なため法比本線への乗り入れを行わず三輪目駅で乗り換える形とし、法比本線への乗り入れ検討の際には交換設備の増設等といった負担の一切を熊本県が追うとして含みを持たせている。JR は第三セクターに出資しないものの増益効果の一部を支払う他県の調査検討に 大使運行データ提供や技術的助言などの協力を行う。ありがとうございます。